こんにちは、こんにちはです。さあ、本日はですね、パパンさんのね、パパン感でね、まあ、これが本当にすごい、こう、スタキにね、こう、穴を開けて、で、まあ、漆で調律してくれてて、まあ、ちょっと今回の企画にぴったりだなと思って、持ってきました。さあ、しのぶえでですね、まあ、皆さんその曲を吹かれるったり、まあ、今だと祭り囃子ですね。だからオールだったらこうですよ、本当に。吹いたり、あとまあまあ、夏ですからこう熱い感じの曲ですね。熱い感じの曲みたいな、まあ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 、いろいろあると思うんですけど、しのぶえのこう音色って本来何が正しいんでしょうねというのを思いまして、こうまあもちろんその長唄とドレミと祭り囃子で多分星音っていうのは変わってくると思うんですよ。でまあただそのなんかこう祭り囃子とかでも聞いててもやっぱりなんかこうなんか代官あたりのまあこのねがまあなんか本当にかなんかコロ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 綺麗に聞こえる音の方がいいんじゃないかなというのを最近思ってきて、私なんかこう例えば今の同じフレーズをするんですけど、吉野川のね、まあこのまあ、尺八やってるので、まあ、村行き気味に吹きたかったり、あと、まあ、何も考えんと吹いたらってなるじゃないですかね、雑に。で普通にこのまあ位置から行っても何も考えんかったらって感じになるし、ちょっとこう綺麗に行こうかなって思ったらね、要はとね、まあまあもう違いみたいなもんですよ。あとまあ激しく吹くとみたいな感じなんですけど、で大体まあそのしのぶえの音っていうとこういうまあコロ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 綺麗な音、激しい音、あとまあ普通のしのぶえの音っ
ていう、まあまあ、大きく分けて、まあ、3種類で、あとまあそれを混ぜるかというところによるんですけど、これ全部別に口の位置は一緒なんですよ。もう一緒なんですよ。あのただここに当てる息で音色をって書いてる。じゃあ募集で次あの普通まとまるで、ね、あの同じ音でも3種類音変わるでしょ。で、まあそれをこういろいろ、まあ、曲とかフレーズとかによって、まあ、吹き分けられるかっていうところです。で、まあやっぱり一番重要なのがその口先だけで吹かないっていうか、あの体プラス口先ですね。口先も重要なので、口先と体。で、まずその、例えばこの、これですね。これ普通に吹いてるんですけど、最低音の時は、意外と、何も考えてなかったら、ここのスリットが意外と広いんですよ。意外と広いんです。でも綺麗な音を出すといつも言ってますけど、こっからここが息がはみ出せばはみ出すほど、あのまあなんだよ、いい言い方をすれば味のある音、あのか風の音がね、風がいっぱい入る。悪い言い方をすると雑の音が出るんですね。これをこの吹いてるところをいかにここにまとめるか、そしてこの崖のところに綺麗に最小の綺麗にピンポイントで当てるか。で、ここに綺麗にここの間で入れて、で、ここで反響するとすると、まとまったビーって音が出ると。うん、このね。ね、まとまったすごいなんかこうまとまったとか出るでしょ。これエコーつけるとねもっといいですよ。で今この音のスリットどうなってるかって言ったら、結構ちっちゃいでしょ。結構ちっちゃいですよ。だから雑な音の方、雑っていうかこの味わいある方の音のスイートはだとしたら、まとまりのある音はこんな感じなんですよ。当然ここが広ければ広いほどここが広く当たるので、こうまとめる。で、このこれこっちね、ね、これね、村井木ってやつ、これどうやってるかって言ったら、いつも通りね、ここのカカ、下のカカ、歯の裏にカカ、下をつけて、こうしてこれで吹く。だ、ふわーって吹ける。はい。というところで、まあ、今日はですね、この3種類の音を
拭いて、ぜひ、まあ、皆さんに、拭いてもらったらとね、思います。じゃあ、最後に、これ僕の新曲なんですけど、カラスティングの曲。カラスティングの曲。これね。こんな曲。ちょっと吹きますね。まあ、うまいこと3種類の音使い分けながらやりたいと思います。最初はね、5、6、2、1、3、2っていうこう、まあちょっと低めの音から始まるので、何も考えん音でいきます。で、ここでちょっと音色変えます。激しめにいきます。一旦落ち着きます。まとまりの音に変えていきます。高めていきます。言おうとしますね、パパンカンね。はい、ということで、まあ今日はまあいろんな吹き方ね、まあ3種類の吹き方をうまいこと混ぜて、まあ曲にね、情感を与えたりね、やっぱり同じ吹き方でね、全編を曲通してしまうと、やっぱりまあ聴いてる方も吹いてる方も飽きちゃうので、まあ音色がね、音色が自分の中で3つある程度決まったら、そのいろいろ入れ放題じゃないですか。これこそもうだから玉ねとか入れて、下ね、フルルも入れてやってもいいんですけどね。まあ、いろんなことができると思います。今日はじゃあそんな感じです。ありがとうございます。またね。